アンニョンハセヨ、日本の映画監督の西川美和です。韓国の皆さんこんにちは。この度ですね、素晴らしき世界という映画を8月11日から韓国で公開していただく運びになりました。韓国の、映画ファンの皆さんの前でですね、素晴らしき世界という映画を見ていただくのをとても楽しみにしてます。この映画はですね、小さい頃からヤクザの世界に生きてきて、人を殺して刑務所で13年過ごした男が世の中に出てきて、もう一回人生をやり直せるのかというような題材を描いた作品です。もともとは小説が原作になっているんですけれども、私は初めてオリジナルではなく小説原作を使って映画を撮るという体験をしました。主演を演じてくださるのは韓国でも人気があるんではないかと思いますが、役所広司さんですね。私も10代の頃からずっと憧れてきた俳優だったので、いつか面白いシナリオが書けた時には役所さんをというふうにずっと夢見てきたんですけれども、非常にこう社会の明るいところからは外れた道を歩いてきた男だけれども、非常に一途一本気で純粋な男性という役をですね、複雑ながらも非常にチャーミングに役所さんが演じてくださっております。なかなかこうアウトローの話なので、一般の観客の皆さんには少し馴染みのないキャラクターかもしれませんけれども、見ているうちに自分と主人公の三上と一体何が違うんだというような錯覚に陥る場面もあるのではないかなと思っています。日本の設定にしておりますけれどもね、きっと韓国の皆さんが見てくださっても共感できるテーマではないかなと思います。この世界は本当にこう一度ミスをしたりレールから踏み外してしまうとやり直しが効かないんではないかっていう、いろんな焦りとか恐怖感に苛まれながらみんな本心をこう押しつぶして生きてる、そういう世の中や時代になってきてると思うんですが、観客の方々がこの映画を見て何を感じられるか、私もまた感想を聞く機会があればいいなと思っております。どうか気になった方は劇場にお運びいただき、また気に入ってくださればお友達にも感想を話してください。ぜひよろしくお願いします。